FEC チューンド 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 FEC チューンド。皆さんこんばんは、オードブルの深夜に飯テロ、本日はもこもこもどしです、お願いします。本日はですね、松田健吾が天に召されたということで。おい、そんな言い方ないだろ。天に召されちゃいました。ちょっとそんな言い方ないだろ。ちょっともう天にもうお疲れしたっていうことでちょっとお疲れしたっていうことで急遽シークレットな方をお呼びしました。健吾じゃないの？健吾じゃないです。お願いします。どうも、別に体調は悪くないのに風邪ひいてるんですかっていつも言われます。まーちゃんことまーちゃんでーす。お願いします。お願いします。お願いします。ありがたい、ほんとにみんなていうかお前テンション低くねえか。いやいや、違う違う、スタートだから。何しれっとね。違う、なんか洒落たカフェで話してますみたいな。じゃあ聞いてください、聞いてください。だいたいお前 T シャツが汚ねえ。違う違う、ラジオだからいいじゃないですか。ラジオ関係だってネットもやってる。ちょっと待って、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 ぽいぽいライダーさんも俺入ってる。ちょっと待って、ちょっと待って。俺のラジオにずっとメッセージも来てる。ありがとうございます。ほら、そうだ、あげてけ、あげてけ。お前違う違う違う、何何何違うじゃん。じゃあまず一つ、お前ダメ出ししていいか。お前今日さ、はい、何時にここ入るって言った？45っすね。10時45分に入りますって僕にメール来たんですよ。はい、入れました。俺は10時にはもう入ってました。10時は、ああ、まあ、で、俺はなんか10時45分に入るんで、はい、まーちゃんさんは5分ぐらい前に来てくださいって ね、一応気を使ってかわからないですけど。いやいやいや、でも俺はもうすでに入ってたんで。お前が10時45分じゃなくて10時50分に来たの見てますからね。これどう思うか。はい、失礼いたしました。こういうところだぞお前。ちょっとこういうと長引いたって事務所が。ちょっとすいません、お前 FM 技能はなめんなよお前。ちゃんと入れよお前。事務所が長引いてしまって、ちょっとすいません、ちょっと事務所で、ちょっとじゃあ事務所でちょっとじゃないお前。嘘つくのお前。いや、ほんとそう、ほんと10分前に入ってきた。嘘はついてない、嘘はついてない。俺が来た時にさ、外でタバコ吸ってたのに、で、タバコ吸ってるからチュースみたいな。いや違う、おかしいだろお前。そんなじゃ、そんなじゃ、ちょっと待って待って待って、お前毎日待って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 、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。クソみたいな、呼ばっければよかった。呼ばっければよかったもん。おいおい、毎日お前たちの相手してるキャンさんの身にもなれお前。かわいそうにさ、こんな遅くまでさ、お前こんな適当にやるなお前。は全力、お見ても、俺今日だってネクタイも締めてきたもん、ちゃんと。あ、ありがとうございます。お前ここだけの話よ、はい、俺向かいのコンビニで着替えてきたんだけど。ちゃんと今日はね、はい、FM 技能庵さんにこう呼んでいただけるっていうことで、はい、ああ呼んでいただけるのかどうか知らないけど、お前なんかな、マツケンが今日いないからっつって、はい、で本当だったら、はい、俺じゃなくてタイガとかを予防してたんだろ。いや、もうまあおい、いやいや、じゃあ本当、じゃあ待って、ちょっと待って、違う、じゃあ話させてよ俺に。そんなわけない。で、たまたま俺が事務所にいたから。違う違う、そんなんじゃない、ほんと昨日急にですよ、昨日急に。違う、もちろんさん、なんかすごい失礼だと思うんですけど。いや、ほんと失礼だなと思ってますよ。僕のなんか番組に出てくれませんかみたいな、もう思いつきみたいな感じ。違う、全然違う、全然違う。その場の思いつきで。違う、マジョさん、なんか出てくれませんか。聞いて聞いて、なに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 、これは言い訳聞こう、言い訳、言い訳じゃなくて、言い訳聞こう。じゃあ本当に あいつが休んだ代打を立てない時に、お前な、相方がな、今な、今体調不良だろ。体調悪いっすわ。 あいつとか言うなかわいそうに。健吾が、健吾がね、まず松健にお前電話しろお前今。なんで今電話するのよ。電話しろよ。なんで今電話するんですか。もうまーちゃんさんが毎週やるんで。いやいやいや、この番組もうやめてください。ありがたいよ本当にね。俺だから久しぶりだからさ、はい、実はこうラジオも、はい、もっと言えばラジオもう聞かなくなっちゃったから。あ、そうなんですか。うん、でも今日もこもこもとしがね、はい、ね、まーちゃんさん久しぶりなんかでラジオで喋りませんかって言ってくれたんだ、はいはい、あ、いいよとは言ったものの、はい、別にお前と喋りたいからって言って俺今日来たわけじゃない。まあまあ、まあ、毎週喋ってますからね。お前と喋りたいから来たんじゃなくて、実は今度の日曜日に、はい、RBC アイラジオの公開生放送があるわけ。あ、
前ちょっとバチッとハマったからリハビリが出られるかな。いやいいですよ。でもキャンサーもありがたいな、ね、お前なんかがやってるなんかよくわからないコントの番組とかなんかそんなのちょっと手伝ってくれたりとかさ、はい、なんかライブとか来てくれたりしてるわけだろ、はい、もっと感謝しれよお前してないよ、ね、俺聞きましたよ。なんか今度オードブルが7月1日になんか初めて単独ライブやるっつって、はい、でこいつさ単独ライブって言ってるのに僕にですよ、魔女さんネタ書いてくれたんだよ。いや違う待って、なんかなんかもう、そぎ落としか投げつないってちょっとお前、なんなの、お前単独ライブとは自分たちでネタを書いて自分たちで客を呼べそれだけじゃないだろ、お前ね、ここにキャンさんがいるから言うよ、はい、なんかあの俺たちの単独ライブでキャンさんが DJ タイムやってくれるんですよ、はい、やります。単独でもなんでもねえだろ、お前違う、もう待ってくれよ待ってくれ、キャンさんに甘えるな、お前違う、それだったらキャンさんの単独にしろよ、お前お前らオードブルの単独じゃねえだろ、お前そういうのやりたかったんですよ。あ、そういうのをやりたかったんですよ、まあ、フェスをやりたかった。そんなこと言って騙されないぞ、騙されないぞじゃないよ騙されないぞじゃないですよ。じゃあここで一曲いきましょうか。やばいわいけるか。いやいや何かける今。今日は一応さ、いつもかけてないの曲とか。まあかけないです僕らはもう。じゃあ今日なんか5曲ぐらいかけるかけたいのがあるんですか。いやかけたいのが、でもやっぱりラジオの良さっていうのはね、はい、まあ今はねスマホで何でも曲聴けるけども、一応なんか曲を挟みながら、まあそうですね、曲紹介とかしながらですよ、はい、その曲に対する思い出とか、はいはい、であんま今世の中で起きてることに対してなんか例えばだよ、なんか梅雨時期だったら雨にぴったりな曲ここで聴いてくださいみたいなあるじゃん、はいはい、だそういうものも含めてラジオだから、はいはい、ね、だからなんかもう今日もう流すべき曲みたいのを3曲を流そう。なるほど、今日この空間というかまあ、うんうん、合うようななんかリクエストしたらキャンさんがすぐ流してくれる。キャンさんがお調べいただいて、あ本当にかけれるものなら、じゃあ1曲目はなんかあれにしようよ。なんですか。気球の歌。気球の歌、気球、中国の気球がほら違うあの白いやつね、あるあるじゃん、あ白いやつね、うん、なんか気球に関する歌ありますよ、なんか気球の歌、うん、ある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 、な気球で探しますよ、はい、中国のがね、もうなんか気球な、だから今大変だなあれなあ、なんかさ、今いやあれ中国じゃなくてロシアが飛ばしたとかさ、話の温度差やばくない大丈夫、みんな風邪ひかないですかこれ。一応、はい、1曲目の候補としてね、あ一応なんかかかってますよ。あ、お、なんか来てる。お、なんだろうこれ。すげえ。なんて曲なんですかこれ。あれ、キャンさん。こちらちなみになんですけど、はい。People in the box の気球です。気球やし。最高じゃないか。そういうことですよ。気球やし。さすがですね。全然入ってこないですね。絶対入ってこない。すいません、かけてもらって悪いんですけど、一回消してください。いやいや、おかしいでしょ。いや、気球の話も後でやるけど、はい、違う。俺は今日気球の話、まだこの後控えてるよ。やります、やります、やりますよ。じゃあ、お前とまず話したかったのは、はい、俺言ったじゃない。俺もう1時間前にはついてたと、はいはい、で俺その前に沖縄市で仕事だったのよ、はい、そうなんですよ、俺仕事終わって、はい、本来だともうお家に帰ってゆっくりしたいところ、はい、なんか11時からあるからっつって町田さん来てくださいっつって、はい、そしたら意外と早く着いちゃって、あそうです、1時間前にこれだ、どうしようと思ってどっかでなんか時間を潰さなきゃいけないと思って、はい、あのね、あるラーメン屋に行ったんですよ。ここら辺のラーメン屋、そうそう、ちょっとあんまり名前出すとあれなんで、まあ、イニシャルでいいですか、はい、ケイジローっていう、あ、違う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 、え、じゃあイニシャルでケイジローですよ。え、今イニシャル K にジロー、そうそうそう、いろんなジロー、ジロー系ラーメンあるのよ。俺が行ったところはマテメイヤの話してる今違う、いや、だから俺びっくりしたら、そのイニシャルで、ね、はいはい、イニシャルでケイジロー行ったらさ、はい、あのラーメンケイジローでしょ。そうですね、あ、こっちのはね、ね、なんかラーメン置いてないね。こっちのは多分あれつけ麺メインの店です。だからね、混ぜ麺かな、俺でもラーメン食いたいのに、ラーメン食いに行って行ったらラーメンがねえから、まあまあそういう店もありますよ。なんだこれと、はい、だったらつけ麺ケイジローにしろと思ったんだけど、はいはい、いや、まあまあでもいいやと思って、じゃあつけ麺注文して、そしたら、はい、あの注文を取りに来た店員さんがよ、そのイニシャルでケイジローよ、じゃもういい、全部言ってるんですよ全部言ってるんですよ。そう、店員さんがあ、なんか食券をこう受け取りに来ながら、はい、ありがとうございます、あの、ウェルジャーしてください、あっていうわけ。全然何言ってるか分かんないですね。全然何言ってるか分かんない。そうですね。だけど一応はいって言ったわけ俺ちょっと面倒くさいこともあったんですね。
うん、やめないしてください、はいはい、って言ったわけ。なんて一応俺入って言ったんだけど、はいはい、あれなんて言ってたわ。知るかいないのに俺知るかでさ、いや俺そのイニシャルのラーメン屋ケイジローに言いたいこともっとあって。もういいよケイジローでいいっすよ。ドアが手動なの。あ、そうなんです。こっち手動だよな。こっち手動です。あの手動のドア重すぎない？めっちゃ重たいっすよね。めっちゃ重いよなあれ。49歳にはちょっと答える俺今年で49だからさ、はい、で入って意外と若者が多いねこの時間ね。まあ9時、まあ10時っすよね。大学生とかさ、うん、同棲したてのカップルみたいなのもたくさんいて、まあ、20代前半とちょうど戻しぐらいの感じのやつが、はい、結構いっぱいいて、で人がいて、で俺はじゃあもうこのつけ麺来るまで待っとこうと思って、はい、そしたらさ、漫画とか置いてるじゃない、ラーメン屋さんとか、はい、まあまあよくありますね。ね、俺たち時代のラーメン屋っていうのは大体ベットベトのさ、あギットジドのその、週刊少年ジャンプ、はいはい、しかもいつのだばみたいな、北斗の拳でなんかケンシロウがジャギと戦ってるみたいなアンダフルイそうそうそうがあったりするんだけど、はい、で今だからその慶次郎さんどんなものが置いてるのかなと思って見たら、なんかさ絵本とかしかないの。へえ、慶次郎見たことないだろ。慶次郎の、ま、置かれてる、まあ、お子さんがいるイメージがないんで。だよな、だよな、ないないです。絵本ばっかりなの、はいはい、で俺らが読むようなおじさんが読むのなんかないのよ、はい、もっと言えばゴルゴ13がないんですよ、まあ、いつもいつ俺たちのバイブルが、バイブルがゴルゴ13さえあればいくらでも時間かかってるじゃん。で、あ、雑誌がなんかある、何があるんだろうなと思って、はい、見たら雑誌がね、もうなんかほとんどないのよ。ほう、なんかあったのがなんか戦国武将一覧みたいな誰が読むの誰がマゼメクイーンにって、うん、でもって多分客層に合わせてなんかそういうのね、あ、まあ、雑誌とか漫画とか普通は揃えるじゃん。それがベストでありますからね、うん、客見たところだから20代の前半とか大学生ばっかり、うん、多いのにその戦国武将一覧みたいな雑誌と、はい、あと沖縄のゴールデンウィークはここに行こうっていうのとワンピース置きゃいいのに、置きゃいいのにと、あと一個置かれてたのがルルブって観光雑誌があるじゃん。あー、わかります。わかる？はい、わかります。ね、俺もあれだ、置かれてたらさ、はいはい、たまに見るんだけど、でもそのルルブって例えば東京ディズニーランドだったらディズニーランド特集、東京のねものがいっぱい載ってたりとかでするじゃない。福岡だったら福岡って、はい、その慶次郎に置かれてたのが金沢だったのよ。金沢。金沢。もうピンとこないだろ。石川の。そう、石川か。慶次郎に来るやつが金沢行くか、分からんでしょそれは分からんでしょなんか俺にしっくりくるものが全然ないのよ。もうバッチとはまらないですね。全然はまらない。俺 こっちとらずっとスラムダンク読みたいな。店員は何言ってるか分からない。何は何言ってるか分からないし、こち亀かスラムダンク読みたいのにない。置いてない。だから俺今日話したいのは、はい、ラーメン屋に置くべき雑誌これ明日やったらいいさまあ、じゃあその明日の配信で2人でやろうじゃん。これは分かった分かった分かった。じゃあ もっと言いたいことあるよ。乗っ取られるとこあったまらなかったよ今俺もっと言いたいことはあるけど、はい、ちょっと俺が本当に今、はい、ハマってるものの話していい？あ、いや、もちろんもちろん。おなきんしてるんですよ今いや誰が49歳のおなきんを。いやだから、いや、まあ、全然これさね、おなきんしてるんですか。おなきんしてるだって俺1日3回オナニーするから。しないよ元気だな。知らせなきゃさ。元気っすね。そうなのよ。さ1回っすよ。普通1回だろ。1回で十分っすよ。違う、俺さ、だからこの間フットサルとかやっただろ。はい。で俺毎日以上体鍛えてるんですよ、はい、走ったりして。はい。でフットサルとかやった時に俺毎日体鍛えてるのにちょっと瞬発力が足りてないなと思ったんで、今瞬発系のトレーニングをしてるんですよ。そうですね、うん、まあ、ちょっと今アジリティとか三浦和よりトレーニングしてる。もうなんなら今からプロ契約結ぶんかなっていうぐらい。そう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 、毎日やってるんで。でいろいろ体幹トレーニングとかもずっとやってるんだけど、はい、その、瞬発系のトレーニングを、はい、取り入れるとですね、性欲が増すんですよ。あ、まあ、なんか我が股関節あたりの筋肉とかを動かすと、はいはいはい、ものすごい性欲が増すのよ。まあ、動くっていうのはまあそういうことですからね。そうそうそう、だから俺本当に1日3回オナニーしてるわけさ。はい、はい、でなんか1日3回オナニーしてたら俺の iPad の YouTube のおすすめになんかオナニーをしすぎると
なんか脳無が劣化してみたいなの。でなんか全部やる気がなくなって、はい、みたいな。だから絶対こうオナニーはしすぎないでくださいみたいな動画が上がってきたわけ。でも俺めっちゃやる気あるのよ。はい、うん、オナニーをね、オナニー3回しても、はいはいはい、3回してもまだいけると、まだいけると、俺はまだいけると、うん、全然いけると、はい、でもじゃあオナニーをやめたら俺もっとすごい領域にいけるのかなと思って、溜め込んだ分ね、溜め込んだ分、はい、で今オナニーやめてんのよ。なるほど、はい、3日目、3日目で元氏に問いたいのは49歳、今年俺49よ、49歳、はい、49歳の、はい、1週間にやるべきオナニーの回数って何回知るか知るかって何回が適正だと思います、知るかって。いやこれさ違う、で俺いろんな動画が出てきたって言ったじゃん、オナニーしすぎるのに。さらっと言ってるけど、うん、マーチャーさんの iPad おかしいっすよこれね、そうなんだ、僕らの配信、あ僕らなんて言っちゃうんだ、マーチャーさんの配信でね、うん、よく話題になるんですけど、うん、普通 iPad の YouTube って検索して、うん、そうおすすめになるじゃないですか、出てくるでしょ。マーチャーさん検索してないのにおすすめに出てくるんですよ。なだから多分結論に至ったのは、うん、多分声取られてるんじゃないかっていう話になったんですけど、いやでオナニーのしすぎは良くないっていう動画も出てくるんだけど、で出てくるんですか。いや分からんよ、分からんよマジ、なんで出てくるのかが分からん、分からんけど、それも出てくるんだけど、逆パターンの動画も出てくるわけ。1日1回こう射精しないと、はい、金玉が腐りますみたいな。あでも出せっては言いますかね。いやそうそうそう、こっちは工場だから、はいはいはい、使わなきゃしょうがない。で若かりし頃はいいよ、もう勝手に、まあ、僕ら寝る前に1回とかやるんですか、ね、うん、だから俺は体だけじゃなくて金玉も鍛えてるのよ、はい、毎日毎日。今後のためですか、うん、そうそう今後の、もちろんもちろんもちろん、はい、だから初めはこのオナキンする前までは、はい、毎日射精することがいいことだと思ってずっと過ごしてきたのよ、はい、でも最近いや毎日やるのは良くないと、うん、逆にオナキン1ヶ月とかやった方がもう全然生活がガラッと変わりますみたいな、これどっちだば。あ、問いただされてる今日聞きたい、アンケートですよね毎日オナニーするべきだが A ですよね A で49歳は1週間に1回で E が B ですよね、 B ですね。これマジで聞きたい、どっちなの。これじゃあ皆さん書いていただいてでも B じゃないですか。だから1ヶ月、1週間、まあ、1ヶ月1週間なり、まあ、だからその断食と一緒じゃないですか。あ健康になるっていうじゃないですか。だから、ね、お前オナキンしたことある。オナキンはいやまだしたことないですよ。やってみてじゃん。うわあ、お前毎日オナニンしてるの。はい。あ気持ち悪い。3回やってるでしょ3回やってるんでしょ毎日。ちょっといやだからさ40だから今48だけど、はい、48で1日3回ってすごくない。いやバケモンですよなかなかの。すごいよね。逆にそんな時間がないですまず。なの？だからそう好きな。なんで教えてまでやってるの。いや俺15秒あればどうにかなるからさ。でもっと言えば俺もう朝立ちとかもすごいのよ。ギンギンなの。これってわかんないですけど、うん、48でも朝立つんすか。いやもうギンギン。はあ。で俺の相棒さポッテがスーってコンビ組んでた時に高志なんかあいつ25でも朝立ちなくなったからさでも人にはまあ人にはよると思うよ。俺ギンギンなのよ、はい、ギンギンで、ま、でオナニーしてて、はい、悪いことなんかないと。まあまあ今のところ悪いところはないね。うんないけど、だからそのいやオナニーはダメですよみたいな、うん、やりすぎ良くないですよみたいな動画を見るといやこれをやめた瞬間1ヶ月ぐらいやめると次の領域が見えると。なるほど。で俺ってか今オナニーやめて3日目なんですけど、3日目です、ま、だちょっと今日そういう領域が見えたわけよ。見えたチラッとチラッとチラッと沖縄市で仕事だったんですけど、はいはい、でちょっとまだ時間があったから、はい、30分ぐらい駐車場イオンの駐車場、はい、沖縄市の、はいはいはい、そこで駐車してトイレ行こうと思ってトイレしてで帰ってきたらその出口駐車場の出口から車が出ようとしてて止まってたんですよ。車種で言うとフィットが止まっててちょっと出口が坂になってるからフィットの、はい、後部の部分
後ろの部分がちょっと上がって、この見えちゃうと、うん、あの下の方が、車の下の方がちょっと見える感じで駐車してただけ、はい、それを見て勃起した。これ次の領域に行ってない俺。これすごくないですか。すごいよね。フィットのね、お尻部分がちょっと上がってるのを見て勃起するんだぜ。すごくない。曲線美ねえ、ほらでよね、家帰って抜いてください。すぐにすぐに抜いてくれ、すぐに出してくれ家で。いやこれかと思ってね、ちょっと次の領域行って、ね、いや違う違う、おかしいでしょ。違うよ絶対に。いや絶対違います、それは違う。だそのやっぱね、だ開放感とかがあるわけでしょ絶対に、うん、いやだから でもさ確かに若かりし頃って、はい、なんか意味もなく勃起してたじゃん。そうです ね僕も全然仕事、お前ずっと勃起してて仕事中しますよ全然。意味もなく。確かに48とかになると意味もなく勃起はないわけ、はい、まあまあまあ、はい、ないんですよ、はい、ない。だけど今日そのあのフィットを見て勃起した時に、なんか懐かしいと思ったわけよ。懐かしい感じ。どういうことですか、ね、お前だからじゃあ今までね、あの何もしないでも勃起するかもしれんけど、ね、こういうの見て勃起したみたいのある？ああ、俺なんか友達は中学校の頃ね、あのコカ・コーラの、俺たちはあの今 350ml 缶、あれ豚缶っていうの、はい、その前までああいう缶なかったわけ、はいはいはい、細い缶、細い缶 250ml の缶しかなくて、はいはいはい、で350ml っていうのは俺たちが小学校とか中学校ぐらい、はい、ちょっと太いのが、太いの、はい、だっけ、あの豚缶を見たら勃起するっていうのがいたけど、そんな感じある？あー一応、うん、一時期ですよ、うん、学生時代ですよ、もう学生時代、ね、あ学生時代、だからその机の角とかでこするわけじゃないですか。ああそれはこするよ。だからその机に座るたびになってた時はありました。ありましたよ学生時代。あ、なるほど。いつもその机でそうやってるから、こすりつけてるから、どこの机とは言わないですよ。分かる分かる。そういう条件反射、まあ、条件反射はあります。条件反射っていうね、うん、それは体が覚えてるんでしょうね。それはあるよね。それはあるんだ。だから俺は一時期フィットはちょっと意味わからんだ。でもいや俺は一時期あれでも洗濯洗剤のアタック、はい、アタック、はい、あれ匂いしたら勃起してたもん。意味わからん、全然意味わからん。何かの記憶があったんでしょうね。どういうこと、全然意味わからん。ということでじゃあ一曲いきましょうか。一曲いきましょうか。一曲で書き消せますかこれ。いやなんかさ、そういうさちょっとなんだろうな、青春時代の悶々とした、はい、なんかそういうものを払拭してくれるような曲、あなんかありますかね、キャンさんね。これキャンさんのハードル高くない？さっきからさっきからキャンさんへのハードル高くない？青春ですよ。まあまあこんなこんなね、まあ、ちょっとね、まあ青い春と書いて青春ですけど、はい、ね、あの世紀の生と書いて青春で、まあ、まあ僕らはどっちも青春、男はそうですからね。青春の歌をちょっとお願いしますよ、キャンさん。これどっちでも正解ですね。どっちでも正解。青春の歌、あじゃあもうちょっとこれいきたいなと思います。はい、お願いします。はい、ぜひ聴いてください、はい、マキシマムザホルモンでビキニスポーツポンチン。素晴らしい、こういうことか。いやー、これ競争も素晴らしいじゃない。もう流れで今の流れだったらこれかなと。なるほど。あ、素晴らしい、これか。リアルにあるらしいですね、あの、うん、太ももの筋肉鍛えると。あ、そうそうそう。いや本当に俺もだから今なんていうの、あれとかもさ、スクワットとかも、はい、今までこうやって普通にやってたんですけど、はい、アギリティ、俊敏下げてる、はい、ゆっくり下げた、上げるときにこう、サッカーの言い方ですよ。そうそう、俊敏さ、アギリティ、腕立てとかもガーってゆっくり下げて、はい、上げるときにグッて、はいはい、上げるときに、そうそうそう、はい、バッて、そうそうそう、スピードの、はい、そしたらチンチンもバッてなってるから全然。で、負荷でいったら大体 80% から 90% ぐらいが重いやつの少ない、うん、あの回数でね、ですもんね、はい、あ、元陸上なんですよ。素晴らしいね、ほら、これがラジオじゃない。でもちょっと深夜だからちょっと楽しそうっすね。深夜とかに久しぶりだよ。まあそれもあると思うんですけど、うん、まあやっぱどうしてもね、配信の時はそうっすからね、うん、まだ9時なんで、まあ、ね、配信の時は違うんだよ、俺は今、まあ、ラジオとは違うんだよ。久々に、いつもうラジオぶりぐらいですか。うん、まあそれ
るけど、でもまあでも大丈夫とあれと違うんだよ。ほら来た、すごい。こっちか。そっちのなんかヘッドはあれって。そうっすね、左だけ。素晴らしい。まあ良きタイミングで全然大丈夫です。素晴らしいですね。その CM 一回挟む。そう。日本行きます、ね、日本もやって日本、うん、1本にしますか、1本する、はい、でも今で30分ぐらい、今で25分、はい、あ、皆さんコンティニューコインを入れていただければと思います。お願いします。ツイキャスの皆さんありがとうございます。あ、さん、あなたなんですか、メールとか来てるんですか。あなたさんが一気にここ入れてくれた。 あ、これは配信されてますね。あ、ナータンからの、あ、ナータン、ナータン、ナータンに聞いてるな。ナータン、わかりますよ。ナータン、わかる。ナータン、ナータン、そうなんだ、これは配信、これは音声も配信されてる。僕らの今の声は、はい、載ってます。あ、そうなんだ。音がちょっと出せなくて。あ、なるほど。こっちに載ってないです、ツイキャスには。あ、ツイキャスはツイキャス。ツイキャスはもう、あ、これツイキャス、こっちがツイキャスです。あ、でも基本ツイキャスですね。あ、そう。誰が聞いてるか分からないです、ラジオでもこれで曲流したら、あ、じゃあラジオ聴こうと思うじゃん。あ、まあまあその手も確かに。あ、いやだから流した方がいいんだって、うん、ね、せっかくこうやって流せるんだからね。まあ本当誰が聴いてるか分かんないですからね、ちょっとこの時間帯俺らのラジオ。だからこれ YouTube とかさ、そういうツイキャスで曲は使えないけど。そうですね。だけどね、そういう放送、まあ、確かにそう考えるから、いや絶対流しても確かに確かに。よし、あと2曲ぐらいかじゃあ CM 行きます。はい、素晴らしい。1分、1個で1分、はい、ありがとうございます。あ、なるほど、ツイキャスだから30分で切れちゃうから。そうなんです、そうなんです。なんで毎回入れていただいてっていう感じです。なるほどね。まあまあ入らなかったら僕らがまたやり直すだけなんですけど、ね、じゃあメールは後半にお読みしたいと思います。10時からいきますか。ご飯食った上で10時にして、そう、食った上で10時なんですか。いや、食って時間潰してまた来て、もっと言えば9時半でだって沖縄市だから。そうっすね、そうすぐ、そうそう、どうしようかなと思って、どこで時間潰そうかなと思って、はい、はい、じゃあジンクルからいきます。はい、オードブルの深夜に飯テロ。オードブルの深夜に飯テロ、本日はマチャさん来ていただいてます。ありがとうございます。なんか久しぶりラジオやってるって感じだないやさすがキャンさん、チョイスがいいすまん、まあ、ガンガン曲流せよ、こんな優秀なさキャンさんがいるんだからガンガンかけないと。もうじゃあ続いての曲いきましょうか。早いっていやいや、やっぱ俺久しぶりにさ、こうやってラジオやってるって感覚になったから、はい、ね、やっぱり曲もみんな聞きたいと思うんだよ。だから今なんか聞いたらツイキャスばっかり聞いてるんでしょ。まあ基本的にはツイキャスのか、まあラジオ間のフィードバックがないですからね。だからラジオ今合わせなさい、曲かけるから思い出の曲を。あのツイキャスも聞きながらラジオ、ラジオも、はいはい、皆さんラジオ持ってきて。ラジオ持ってる人いないんじゃないですか、もう。車に行け、車に。もう、FM 機能は。でも、ツイキャスついてるから、ブルートゥースでツイキャス。違う、もう両方やっていかないと。ね、こんな優秀なキャンさんがいて、曲もすぐ出してくれる。お前、なぜ曲流さない本当に、続いての曲いきましょう。何ですか。あの、ね、やっぱりスラムダンク関係流さないといけないなと思ってますね。ね、やっぱりスラムダンクって今、10フィートでしょ。もうバッチクソに流行ってますから。俺はこの前ね、元氏と一緒にね、いろんなスラムダンクの話もしましたけど、もう正直さ、10フィートもそうだけどさ、オープニングのさ、ザ・バースで、俺たちの時なんか、ミシェル・ガイ・エレファントね、もうまさに俺たちの世代、まあ、20代前半の時ぐらいかな、あの両方とも聞いてたのは。で、今回、スラムダンクの、映画スラムダンクのオープニングで、ザ・バースで使われて、で、そのザ・バースでのボーカルやってた、千葉祐介さん。はいはい、千葉祐介さんが前やってたバンドっていうのがミシェル・ガイ・エレファントっていうバンドなんですけど、伝説のバンドね、うん、で実はさ、ミシェル・ガイ・エレファントの
スモーキンビリーって曲があるんですけど、スモーキンビリー、ね、そのスモーキンビリーって曲は、はい、俺が初めて単独ライブをやった時のオープニング曲なんです。はい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 。で、1997年か7年、うん、1歳です、うん、7年、あ、まあそれぐらい、7年か、まあ、8年か分からんけど、はい、でポッテガスで俺がやってたコンビ、ポッテガスで初めて流亡ホールって今はなきね、パレットくもじの7階 にあったんだけど、流亡ホールっていうところで初めて単独ライブをやるんだけど、でもその時に初めて映像を使ったエンディングっていうのを俺たちが初めてやったのよ、単独、単独で、で今まで、今なんか普通だろ、全国で、いや全国ではないな、全国ではなかった一応でも全国で、失礼いたしました、全国ってことにしてもいいぜ県内で、ね、沖縄 で今なんかな、はい、当たり前のようにこうスマホで映像つけて、まあね、あの当時はできないから、確かに確かに、でも俺はオープニングでなんかそういうのできたらいいなと、映像を使って曲、うん、かっこいい曲かけて、であのオープニングを流すみたいなできたらいいなと思ってたら、あの OCN さん、ああはい、はい、ケーブルテレビ、いや俺番組やってたから、はい、なんか OCN さんのスタッフが、はい、マジャさん俺たちが作りますよみたいな、マジっすか、ほうほうほう、その時なんか斬新だよ、はいはい、まずお笑いライブのオープニングで映像と曲が一緒になったオープニングがバッて流れるっていうの、これを作ってくれて、はい、じゃどんなかっこいいの作ってくれるんだろうと思ったら、うん、じゃあマーチャーさんオープニングのちょっと映像撮影がありますんで、あのちょっと何月何日にちょっと来てくださいって相方の高橋さんとつって OCN に呼ばれて、どんな映像、かっこいい映像作ってくれるのかなと思ったら、マーチャーさんあのちょっと白ブリーフ用意したんで、白ブリーフあの来てくださいっつって二人で白ブリーフ一丁にさせられて、で一応まーちゃんさんたちの体をちょっと輪切りにして、なんかサイコロみたいに6分割しますんで、でこれでかっこいい曲が流れて、その6分割がカラ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 って回りながら、あのなんかなんていうの、顔は相棒の高橋さんなんですけど体はまーちゃんさんみたいな、そういう感じのオープニングにしますんで、どういうオープニングだわみたいな伝えました、伝えたよ、かっこよくって伝えました、かっこよくしたい、本当にかっこよくしたいから、伝えた、うん、で曲も提示したのよ、ああ、ね、ミシェル・ダイエル・ワンドラープスモーキン・ビリーっていうね、はいはい、かっこいい曲があるのに、これに合うオープニングをお願いしますと、白ブリーフ用意したから伝えた、本当にマジで伝えました、おかしいなと思って、で今度お前なんかはあれがあるだろ、単独が初めて、初めてだろ、まあ僕らは初めてです、はい、今回はこの曲を送りましょう、キャンさん大丈夫ですか、はい、じゃあもう本当にこれは俺たちポッテガスーが、え、俺ら白ブリーフ屋なんだよ曲やってる今初めて、はい、沖縄で初めてだよ、映像を使った、はい、で曲を一緒にしたオープニングを作った俺たちが初めて、はい、県内で、県内で本当に敵がもう誰もやってない、誰もやって、誰もやった、最先端で、はい、じゃあ行きますか、その時の曲です、皆さんじゃあ聴いてください、ミシェル・グラン・エレファントでスモーキンビリー、かっこいい曲だよ楽しんでますね、マイチャーさんが、かっこいい、あ、当時感すごいですね、うん、でもこれがザ・バースデーのボーカル千葉さんが聴いてるからかっこいい、あー、いいね、思い出すな買っちゃいい、ミシェルガンエレファントって言ったらタトゥーがあのボイコットしたってあー、2曲同じ曲を買ったら出てたんですね、M スで、あの時 M ス出てたんですか、 M ス出てた、あのタトゥードタキャンして、ね、ドタキャンして、ドタキャンして、で、急遽埋めないといけなかったら2曲やったんですね、同じ曲をもう1回、うん、かっけーで、ちゃんとそこは盛り上がるぐらいの、そう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 、いいっすね、かっこいい、生で見てたな、マチャが好きそうっすねシロプリーフ無理いかないくらいですか、ちゃんとやってやるちゃんとギャーってで、こっから俺たちとかっこいいちょっと僕らはもうあの、うん、一応僕らも決めてあるんですよね、ああ、俺に決めすダメダメダメもう、もうあれです、もう出番まで全部一緒の曲です、ああもう統一して、やだ、いや、だってライブのタイトルですよ、エニーシングボーズ、もうダメじゃなくて、マッチャーさん僕らといえばっていうねそうそうそう、だってもう全部これで出てますもん、漫才僕らはってのがあるので、まだあと20分ぐらい、あと20分、あと5分
いやいやいや、終わるわ終わるわ、オフで曲で終わりますよ。じゃあこの後、CM 行きますか。じゃあ一応、いや、あと一曲いける、見てくれ、怖いわ、そこまで流していたのが、そのまま BG にして一回マイクあげましょう。わかりました。はい、はい、じゃあ一回マイクあげます、はい。ラジダブのやつだ。かっこいいなこれ。入り方ラジダブだ。びっくりした今俺。何この入り方ラジダブだ。皆さんどうですか、おしっこ漏らしてますか。やってるわこの人。やってるこの人。ラジダブの入り方しよった今。いやキャンさんかっこいいっすね、やっぱりね、ミシェルガンはね、最高。俺が学生時代聞いてたやつだ、自伝帰りに。最高ですよ、自伝の帰り道で聞いてた流れだった今の、ね、どうですか聞いてる皆さんね。だからツイキャスばっかり聞いたってじゃあダメなんですよ。ラジオ聞いてください。今ラジオでかっこいいねミシェルがやるまったらスマホキンビリがイエーってかかってますから。最高、テンション上がった今。いやこういうことですよ、最高っすね。これからどんどん上げていきますよ。最高ね、キャンさんがもう俺が言うの全部かけてくれるから最高でしょ。だからもうあとね6曲ぐらい、いやじゃあ増えてる増えてる。さっき5曲って言ってたんだから5曲でも無理なんだろう。楽しいなやっぱりラジオってね。いやありがとうございます。でもかっこいいだろ、この曲調で白ブリーフだぜ。意味が分かんない。なんだそれって。なんだそれ本当に。でもそれは本当は初めて俺たち県内で、はい、で多分ね、まあ、ここだけなんでしょ、俺たちがそのオープニング映像使ったのからその後のなんか有力屋さんの単独ライブで有力屋さんもやり始めた。あ、映像を。映像、はいはい、俺たちが先なの。あ、でもあブルーミーさんからも来てますよ。ミシェルガンエレファントで思い出すのは M ステを沸かせたっていう思い出。キャンさんも言ってましたけどね。さっき言ってましたよね。ね、あのロシア出身のタトゥー。タトゥーが僕でも知ってますよね。あドタキャン娘でおなじみの。楽屋から出てこなくなったっつって。でそれミシェルガンエレファントの皆さんがその間をつなぐっていう。当時2曲ね。素晴らしい。同じ曲を歌ったっていう。いやあの当時はね本当に。だから俺。もう一曲ミシェルガンいきます。いやでもさ、はい、考察としてスラムダンクの考察としてはもう今スラムダンクすごいじゃん。スラムダンクであのなぜオープニングであの元ミシェルガンエレファントの千葉雄介さんがボーカルやってるザ・バースデーを使ったかっていうと、はい、まあもう絶対的にねその井上武彦先生の中ではもうこのミシェルガンの思い出とか、まあ、まあねがあるからっていうのもあるんだと思うけど、やっぱりそういうしゃがれた声を使いたいとかね、はいはい、あのオープニングにぴったりだってあの手書きのさあ、よかったっすねあれ、うん、あれはいいですよ。だからあれ俺は漫画家だっていうそういう旗もあるんだよ。漫画家でガーってやるけどこうアニメ見てくださいみたいな、まあそれいいんだけど、それいいんだけど、だけど俺一個思ったのが、はい、スラムダンクってさ世界が終わるまでは、まあ、でしょ。僕はそれですね。だよね、そうよね、みんなそうだよね。そうですね。で俺そこでピンってきたわけ、うん、待ってよ、ミッシェルガンエレファントにもそんな曲あったなと。っていうかミッシェルガンファンならもうこの曲はもう大定番も大定番、ライブの最後では必ずこれ、はい、なんならデビュー曲はこの曲で、でミッシェルガンが解散する時も最後この曲で締めたっていう伝説の曲があるんですよ。え、もういけんの。いける。え、この曲も聴いて。えミシェルガンエレファント世界が終わるまでは、スラムダンクね、じゃない、ミシェルガンエレファントで世界の終わりっていう曲があるんですよ。これはあのね、今でもあの YouTube とかでそのミシェルガンエレファントが解散した時の最後の曲にこれを持ってきてるんだけど、泣くぜ、ほう、帰ってみてな。本当に大丈夫ですか。思い出ゼロですよ。大丈夫、大丈夫、今のところ僕は思い出ゼロ、世代が違うので、あ、で俺ピンときた、あ、そうかと。もしかしたら井上武彦先生はスラムダンクのアニメの曲で世界が終わるまではっていうのがあるけど、ミッシェルガンにも世界の終わりっていう曲があるから、あそこをリンクさせてオープニングで使ってるのかなっていう考察も俺あるわけよ。いきますか2曲目、ミッシェルガン。なんでいけるわ。この曲めっちゃいい曲。なんでしめっちゃいい曲。さすがキャンさん、聞いてください、ミシェルガンエレファントで世界の終わり。いいね、多分こっちのバージョンでいいかな。ああ、ね、素晴らしい、いい曲だこれ。聞いたことあるかもしれない。そうそう、これいいね。これ大体ライブの最後これで締めるんだけど、これ最後さ
まあいいや、放送でしょ。放送でしょ。昔の曲だから前奏が長いな。今すぐ、すぐ今、待てないでみた。これがお前ね、いいね。古いっすね。あ、じゃあいい、なんていう、いい意味なのかわかんないですけど、やっぱ時代ですよね、なんかこの感じ。だからちょうどついさっき、だからフライヤー作りながらみんなで、その、リョートが、僕らぐらい世代の曲をおかけてたんですけど、で、今の曲もかけてつつ、やっぱ音ちょ全然違ったんですよ。まあまあ、あれはあるけどな、さ、ボーカルが前に出てるとか、はい、音圧の問題とかもあるんです。その時代によっては全然違くて、そう今の曲聴いた後に、な、当時のだから、うん、湘南の風とか、あもう、ヒルクライムとか、あもうファンモンとか、あもう一応、二人で行ったのは、ダサいなでもなんか、懐かしさもあるし、そんなのもっと俺たちみんな言うことですよね。こんなことは俺たち今なんかさ、ちょっとなんかシティポップが流行ってるみたいな、はい、俺たち時は80年代がその山下達郎とか佐藤でやってるから、うん、俺たちからしたらもう今これみたいな、まあ本当に回ってる、まあ本当に20年30年周期でね、うん、回ってるし、それが今の時代にあったような作り方になってるんで綺麗ですよね。だからその YouTube とか TikTok が流行るっていうのも、うん、まあそうだね、 TikTok ができることも、もう聞いたことないから若い子は新鮮に感じるし、それは全部一緒、もうそんな風言ったらもう、うん、ダウンタウンさんが全部やってるんで、まあそう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 、洋楽もなんやかんだ言って一番最後の1980年代ぐらいの曲がもうずっと繰り返しちゃった、うん、ね、そうだね、まあこれしょうがないんでしょうね、うん、漫画とかもそうですけど、うん、結果ファッションもそうじゃん、ファッションも人ってノスタルジー感じるから、うんうん、でまたその時若くして聴いてた人たちがちょうど社会的に偉くなって、はい、CM を作るプロデューサーとかなんかあったら、なるほど、ね、そうちょっとそんな、うん、そういうのを意識してなくてもで使ったりとか昔の曲 で、ね、でそれが若者が、ああこれいいかもっつって、はいはい、まあっちからしたら知らないし、でもスラムダンクなんか結局そうじゃん、俺たちの子供たちは知らないけど、もう俺たち世代親世代が見れ見れっつって子供に見せてる現象だっていう、まあ、全員見させたんですよ、ね、俺もここにいるんですけど全員見させて何回行ったんですか、結果まだ3回まだ3回でも子供は4回見てる、あ、そう、そうなんですか、うん、次男だ、次男が、次男だから俺、次男は俺と2回見に行ってるんで、ベッドマッチとか別で友達で、サッカー部のだけど、サッカー部で4回だ、いいっすよね、だから僕らきりスラムダンクは本当に読んだ世代なんで、うん、でも今の子たちなんて黒子のバスケとかと思うんで、まあ、ね、あのね、いいんすよね、あのスラムダンクのね無音のシーン良かったっすね、うん、無音のシーン、まあ、でもマジャさんに言われて思ったのは、うん、ユティのシーンは俺はもうめちゃくちゃ好きっすだろ、まあ、マジャさんに言われてからもっともっといろいろ配信 URL 後貼っときましょうね僕結構前にやったんですけど、最高じゃん、雪のシーンはなんかそう言われたら超いいなと思いました、ね、超いいよ、そしてキャンさんのもいろんな曲流してくれ、最高だね楽しいないつでしたっけ、マジャさんこれか、まだ1回つまりなんですよね、コロクシなんか結構人気なんですよ、コメントとか入ったりとか、あ、そうなの、スラムダンクなの、まあ今その動画アップしてるから、再生回数のスラムダンクは倍ぐらいは取るんですよ、まあ多分スラムダンクの動画が多いからそれ検索すると出てくる、出てくるんだと思うんですけど、であえてサムネとかもさ、そうっすね、で使ってるからちょっとギリッギリっすよでもあれ配られてるやつだからいいよ、まあまあこれね、この今ついてる、うん、めちゃくちゃいい、うん、いい、ちょっとテンション上がる、いいじゃあ一回 CM 挟みます、はいはい、素晴らしい、ありがとうございます、素晴らしい、ヤンさん、だからもともと、ケンゴが釣り休んだら、うん、自分でマーチャーさんを呼ぼうってシークルって俺休まないでも呼べよ休まないで、ちょっとで一応インサイドあるんですよ、ちょっとやっぱり一応この時間帯だって明日も朝走るわけですよね、走るよ走るよ、いつもものは、
まーちゃんさん呼んだんで、ちょ次は一応俺足止めを呼ぼうと思って。あ、俺来てる。行っていい。いやいや。間に合わない。今日までちょっと。あと1曲はかけるそうだね。あと1曲はいけるもんね、キャンさんね。いきますよ。ほら。オードブルの深夜に飯テロ。はい、オードブルの深夜に飯テロ、本日マチャさんゲストで来ております。こんな最高な番組あるかお前。なあ、ちょっと俺のヘッドホンが死んでよった。もうお前いいよ、お前ヘッドホンなんかしなくても。ああ、もう直に聞け、直に耳をかぽじて。あ、あれいいのこの人、なんかスタジオに勝手に来てるけど。楽しそうだね。あれ？天に召された人です。天に召されてないのよ。ラジダブの AD の松健さんじゃないですか。大丈夫なんですか？休めってお前今日までは。あらー。本当に一つクレームがあるわ。なんか俺がめちゃくちゃ体調を悪くして、はい、なんか休んでるだけ。ヤーからもらってるからよ。ほら。いや、俺じゃないよ。ヤーがゴールダッシュするときに熱出しそうだからしんどいわって言いながら、ヤーとネタやった結果これだからだ。寝てめよお前な。お前がもうスタジオから出ていけ。なんでこいつだろまず。でいて日曜日マーチャーさんもいる、うん、俺準備してる、うん、一番体調崩しちゃいけないときに俺食ってるからだ今。だから休めてたから。だからマスク5枚してる俺今。ほんとだ、マスク5枚つけて絶対に散布しないでやろう。それでも来たいという、うん、それでも絶対妊娠しないコンドームみたいな。言い方絶対に誰にも絶対それ妊娠するし絶対。いやーでもマツケいいだろ。あ、まあ、最高っすよ。最高だろ。最高でしたよ。曲をさ、はい、ガンさんがこうやってガンガンかけてさ、そうですよ、ね、あと1曲はいけると。あと1曲いきましょう。ナータンのメール、ナータンのメール、ナータンのメール、ナータンのメールお願いして。ナータン、ナータン、ナータンのメールがあるんですよ。ナータンの、いつももう彼の、あ、じゃあナータンの役割、ナータンのメールを読むだけに来たんで、はい、ナータン来た、あ、来た。元志さん、まーちゃんさん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんばんは。ナナです。ありがとうございます。ラジオを聞き始めたきっかけを教えます。はいはい。私がラジオを聞き始めたきっかけは、まーちゃんさんがやっていた番組がきっかけです。あらば、他局なので番組名は言いません。ラジオだろ。ラジオ。それそれ。それそれ。で、僕の声がこもってるのはマスク5枚してるからですから。そうですね。たまたま聞いていた、ラジオ番組がまーちゃんさんの番組でした。もちろんメール送ったことあります。ありがとう。当時は高校生でした、うん、ということで、長くなるので終わります。長くなれ。もうすでに長いけどな。真面目だ、こいつ今日真面目だわ。こいつ今日こいつ今日真面目だわ。こいつ真面目だわ。いや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 、それわかるよ。こいつはね、そういう風に俺にね送ってきて、今それすごいんだぞよマスケ、はい、俺さ、あの昨日一昨日か、はいはい、ね、あの披露宴の打ち合わせが2件あったんですけど、はいはい、その2件とも大体20代中盤、うん、お前なんか、はいはい、あの元社なんかと同じぐらいで、はい、で、なんで俺に披露宴の司会をお願いしたかっていうと、はい、あの小学生の時にマーチャさんのラジオずっと聞いてました。マジ？そう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 。っていう、その小学生だった一個がもうそれ結婚する年代になって、ですよね、だから絶対もうマーチャさんにもやってほしくてって言って、ありがとうねって言ったら、その披露宴会場のスタッフがわーって来て、はい、お茶持ってきてくれて、はい、あ、マーチャさんじゃあお茶飲んでくださいって言ったら、マーチャさん私も小学校の頃バレエ教室行く前に聞いてましたみたいな。だから披露宴をあげる、はい、ね、新郎新婦も周りのスタッフもみんなラジオでも聞いてるんですよ。みんな大人になって、こいつが自連の時聞いてる頃、僕は AD してますからね。そう自連の時に、ね、教えてもらったんですよ、友達に。こういうガッサガサのおっさんがうるせえ。だからもう俺が喋るたびに放送事故かっていう。大丈夫かっていう。だからね、はい、今日はもうだけど曲久しぶりにかけれるから、いいじゃないですか。めっちゃラスト1曲いけるわけでしょ。行きましょう、行きましょ う, しょ う, しょう。もうこれもエンディング曲っていうか、もう松木も来てくれたから、はい、ね、まあ結局はでもね、今スラムダンクが流行ってて、はい、結局10フィートが流行ってて、うん、大ゼロか、うん、みんな聞きたいと思う、はい、ね、もう結局それかけるだけで、まあまあ、もう上がっちゃう。そうね、もうなんだこう宮城亮太君、うん、宮城亮太君をもう県知事にするべきじゃないかっていう話もな、本当にデニーさんに代わって宮城亮太、選手大変だった、髪型ほぼ一緒ですから、ね、髪型ほぼ一緒ですから、で分かる、10フィートといえば今、うん、第0巻なんですけど、第0巻、はい、
実はまあ俺もねお笑い米軍基地のエンディングでテンフィートを使ったことがありまして、ね、はい、まあこれは多分ね俺がこれ急にエンディングでテンフィート使ったからみんなこう、うん、何ですかこの曲みたいな、うん、誰ですかみたいな、特に若い連中はまだ分からなかったから、うん、僕は米軍基地でテンフィート知りました。誰だろ、その曲をかけましょう、かけましょう、ね、あ、久々じゃないですか、最高の最高の曲、結構前ですよね、もうもう5年前ぐらいの曲ですか ね、 ね、あの一人世界っていう、はい、僕が入ったぐらいで多分変わったんですよ、うん、10フィートの一人世界っていう曲なんですけど、これがね寸止めの曲なんですよね、射精しようとしてしないみたいな歌詞を聞いてもらったら分かるんですけど、はい、ね、あのなんかねやっぱりこうメッセージのある歌詞なんですよ、はい、ね、すごい熱い歌詞なんだけど、うん、すっごい寸止めなんですよ、はい、ね、あれお前出すの出さないのどっちみたいな、でもその寸止めがいいわけです、 その寸止めした先をみんなが想像できる、うん、オープニングのオナニーなしここに繋がる、もちろんもしかしてもちろん回収シングルよ、オープニングのベッドで勃起したなし、ここに繋がる、もちろんもちろん、そうそうそう、だからもう今勃起してる皆さん、勃起してない、誰も勃起しないよこれで、ヒットを見て勃起してる皆さんね俺はこれね、あの本当に寸止めの曲って呼んでますけども、はい、でももう10フィートさんの名曲中の名曲、はい、いろんないい曲いっぱいあるんですよ、あれでも俺がいい曲いっぱいある中でお笑い米軍基地のエンディングだったらこれめちゃくちゃぴったりだなと、うん、いろんなコントうわーってやった後に、うん、この曲が流れてきたらお客さんの中でいろんな想像が膨らむと、うん、股間も膨らむと、うん、ね、そんな曲だと、はい、でもっと言えば今回の、スラムダンク、映画スラムダンクのエンディングでもテンフィートさんバッと流れるね、はい、もうあれね、スタッフロール流れてないとずっとみんな聞いて席立たないでしょ、うん、ああいう状態を俺も俺弁護士で作りたかったんです、うん、はい、このバッとコントやった後に曲がわーっと降りかかってくる、降り注いでくる状態、はい、っていうのを作りたくて私ですねこの曲をエンディングに選びました、はい、ギリギリです時間は、行きましょうかキャンさん、じゃあ聞いてください10フィートで一人世界、ちゃんと射精して、いや出さないですっていう感じでしょ、そうですね、素晴らしい素晴らしい、お前ラジオで聞いてただろ俺ブースの外でこれ見ただから、いや僕はエモいんですよ、だからこっからしたら
いや最高だろ。ちょっと泣き関係はしますよ。だからまあいろいろね、今日やりたかったのもそういうこともあるんですよ、うん、あ、そうですか。ぜひ。でもあなたたちはあるでしょ、こうやってさ、はい、毎週お世話になってるキャンさんに来ていただいて、単独ライブもやるわけでしょ。はい、こういうことをやりなさいよ。な、じゃあキャンさんに好きな曲かけてもらえますか。いやでもそれこそね、DJ タイマーももうキャンさんに全員お任せ。いやいや、もう俺が行くから、俺が DJ として入るから。 DJ で入る、おかしいおかしい、ラジオ DJ として入るから、おかしいおかしい。あとはでもそれも面白いって思っちゃうから、俺頼んじゃうから、俺そんなしたら。俺が喋ってキャンさんが曲かけて、でそれ CM 代わりにお前たち漫才やる。いやおかしいだろ。ちょうどいいな、ちょうどいいな。いやでもいいよね、やっぱラジオって楽しいですね。最高ですね。いやありがとうございます。本当に楽しいですね。で明日なんかあるんだろ。明日っすか。あ、明後日か。明後日、明後日 FEC お笑い劇場がありますので、土曜日。だから俺が出れないから。まあまあまあ、そっか。あ、そうですね。そうなんですよ、俺だから2月も3月も出れない。2月3月あと15秒ぐらいです。あ、じゃあまた来週も。また来週。ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございます。最高だ。ありがとうございました。いやもうツイキャスはまだ配信してんの。ちょっとやってます。あのツイキャスを見てる皆さん、ラジオも聞きなさい。こうやって曲は聴けるの、ラジオだけなの。まあ、そうです。いやいいよ、ツイキャスはね、そうやってスマホとかで見る、聴けるっていう手軽さもあるし、コメントもコメントしやすい、あ、コメントもしやすいっていうのもあるし、はい、あと別にこの放送時間じゃなくて後から聴けたりするのか、ね、YouTube で。あ、え、放送の方は、ラジオの放送の方はどっかで聞けたりしないんですか。アーカイブがないんですよ。ああ、なるほどね、アーカイブは。っていうことは、もうこの時間ちゃんと生でラジオも聞くしかないじゃん。そうです、そうです。なるほど、ほら。でもスマホだったら、リッスンラジオってアプリでね、はい、聞けますから、ね。ああ、iTunes のレディオとか。はい、ああ、そんなのでも聞けたりはするんです。だからそういうので、どんどん聞いて、うん、お前ね、今日、だって、後半、もうただただ俺たちのなんか趣味みたいな感じで。オナニーの話して、いつも通りじゃないですか。本当は中国の気球の話したから聞きたかったの。うん、まあでもね、はい、あの久しぶりに、ありがとうございます。ありがとうございます。最高でした。ちゃんとやりましょうよ。ごめん、もうくしゃらしい。で、バスケットはまたちょっと公開生放送で、ね、はい、そうです、日曜日に今ないかもね。きっちりこっちでお口するんだ。全然やってもいいらしいです。本当に、はい、全然いいらしいんで。そうね、だから久しぶりにさ、あのラジオの公開生放送で、まあ、な、公開放送とかイベント自体がもうできない状態で続いてたからね。うん、だけど俺もずっとラジオやってる時はね、いろんな公開放送とか生放送とかやってましたけど、はい、久しぶりにこうライカムで、うん、なんかね、マツケンがまたディレクター入って、そういう僕に言ったんですからね。ね、はい、あれじゃあ、アンリちゃんのそう、ライブも生ライブもあります。すごいな、アンリちゃん、うん、アンリちゃん知ってる、この間カンジャム出てたの。あ、そうなんです、ね、そうなんです、ね、すごいよ、うん、今バズってますよ。そうそう、また YouTube でザ・ファーストテイクで、そう、ファーストテイクで、ああ、ファーストテイクでバズってます。いや、すごい、だから全部ギターでさ、目当てて全部一人こうやって打ち込んでて、リズムとか打ち込んでて、一人全部こう曲を作りながらやるライブみたいな。それでプロがすげえつって押す、あ、アーティストって言って関ジャムで出てたの。アンリちゃん、あんなオルク高校、そうです。生ライブだけじゃないですよ、その前のくだりからずっといるんですよ。あ、なんかそうなんだ。そう、あのさ、その場だけで歌うとかじゃないんだ。あ、なんとなくにずっと出てくる、なんとなく内容も言っていいの。なんとなく言っていいです、全然。なんか一応さ、そのね、教室の風景をそう、あの、ね、模した内容とか。そうそうそう、で、なんかイオンライカムの1階にさ、はい、出張教室みたいなのがそうそうそう、で、生徒役でデコボコがいたりとか、はい、ね、中地がいたり、あと港がいたり、港がいたり、人気のラジオメンバーがいたり、そうそう、で、一応俺がなんかしたけど先生役でいた、年齢的にそうです、そうそう、もう教頭先生みたいな感じね、で、役でいるんですけど、その先生役の中にアンリちゃんがいた。マジな、マジです、マジです、マジな、マジです、アンリちゃんがいてた。そうそうそう、え、そうなんですよ。そうだから、ライブやるだけじゃねっていう。そうそうそう、へぇ、だからさ、ありがとうございます、ほら、ありがとうございます、ありがとうございました。いいね、みんな、ほら、なんであんな坊主なんだろう。、ね、そうなんだ。そうだからね、はい、アンリーちゃんも多分ね、なかなかこうコロナ禍の中でライブもできなかっただろうし、はい、もしかしたらお客さんの前でこうやって登場して歌うのも久しぶりかもしれないんで、はい、ね、皆さんぜひ
ちょっとおもろそうですね、ライブも見れますんで、ぜひ。あ、俺は